はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の指数の拡張4をお送りします。で、このタイトル4本目で、ここで最後です、このタイトルはね。で、次回から指数関数が始まるんですが、最後に、まあ、このところでちょっと特殊な問題というか、個人的によくテストに出されるよなって思ってる問題を3問取り上げていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番、もう全部そうだけど、特に1番はもう読みたくないんだよね、これね。すごいややこしくって。かっこ A の3分の1乗、プラス B の3分の1乗、閉じて、もう1回かっこ。A の3分の2乗マイナス A の3分の1乗 B の3分の1乗プラス B の3分の2乗っていうね、はいっていう。で、このタイプよく出てきてて、でもやり方を覚えるのがベストです。で、特徴としては AB2 つの文字が、文字2つ使わない時もあるんですけど、2つの文字が出てきて、で、3分の1乗3分の1乗で、ここ3分の2乗なんだよねっていう感じ。で、まあ、下が4分の1乗だったりで、そういうこともありますけど、で、どうするかっていうと、これね、置き換えます。で、どう置き換えるかっていうと、A の、もちろんね、置き換えなくてもいける人はそれでいいんだけど、A の3分の1乗 X って置くの。で、B の3分の1乗を Y と置きます。で、こう置いて、この式全部を X と Y で置き換えることができたら、もう倒せる。そこだけ、ここのポイントとしては。で、純粋に置き換えていくと、まずここそのまま X と Y に置き換えられるから、 X プラス Y 閉じるでしょ。で、問題が次で A の3分の2乗、これね、書き換えると A の3分の1乗の2乗って書き換えることができます。なぜならこことここは掛け算できるから。だからこれ掛けてA の3分の2乗に戻るからね。って考えると、この A の3分の1乗、これ X でしょ。つまり、こいつは X の2乗って書き換えることができる。こうやって。で、次はそのまんまだから、マイナス XY。で、最後も同じです。B の3分の2乗、同じように考えれば、Y の2乗と置くことができます。ってことで、こう置き換えれば全部置き換えられるの。で、これ、公式です。まあ、かなり前にね、勉強してることですけど、これ何かっていうと、x の3乗プラス y の3乗なんです。これ公式だからね。で、これで終了でしょ？こうなったでしょ？で、あとは最後に戻すと。で、ちゃんと戻してあげると、x はこれだから、a の3分の1乗の3乗なの。ここに戻すとね。で、プラス B も3分の1乗の3乗なの。で、さっきと同じように、この場合は掛け算ができるから、掛けたら1でしょ。掛けたら1でしょ。だから答え。A 足す B。1乗は書かないからね。これで終了となります。ここまで綺麗になる。これを計算するとね。という問題です。で、もちろんこれね、1個ずつ分配して解いてもこうなります。でもきつすぎる。だから置き換えてやるタイプで覚えておくといいです。で、今は文字が2個あるんですけど、あとは A の3分の1乗と A の2分の1乗みたいな感じで出てくることもあります。個人的にはこっちの方が出やすいかなと思うけどね、定期テストとかだったらね。で、次です。で、次は2番3番連動してます。もともと同じ設定にあって求めるものが違うっていうタイプで、これはね、こっちの方がよく出てくるイメージがある、定期テストの時に。うん、俺よく見たなと思うもん、自分が現役の時にね。で、これ右上からちょっと攻めてこっち行こうか。で、2番で、まず2の x 乗プラス2のマイナス x 乗イコール3なんです。で、これを使って2の 2x 乗プラス2のマイナス 2x 乗の値を求めようと。ね、まあ、このタイプ、なんとかの x 乗足すなんとかのマイナス x 乗です。ここが3だったりすることももちろんあります。
で、この時これ求めたいんですけど、これね、いろいろやり方、言う人がいて、自分はですね、これをまず2乗します。で、なぜかっていうと、結局2の 2x 乗を作りたいんで、こいつを2乗したら出てくるの。ちょっと見ててね、いくよ。で、これまず2乗するから、カッコ2の x 乗プラス、だよね、2のマイナス x 乗、これの2乗イコール、こっちも2乗するから、9になります。で、こっから公式ね、普通に x プラス y の2乗みたいな感じで展開の公式を使っていくと、まずこっちの2乗です、左ので、これの2乗は2の x 乗の2乗でしょ、つまりで、さっきと同じです、かけることができるから結局2の 2x 乗になるの、この左側2乗すると。だから出てくる、これがちゃんと。で、次が2かけるこれかけるこれでしょ、公式でいくと。で、これかけるこれっていうのはもう消えるって覚えちゃうといい。で、なんでかっていうと、2の x 乗かけるこうでしょ。で、これはかけるだから、こことここの数字を足せば x-x で0になる。で、2の0乗ってのは1だからって考えてもいいし、2の -x 乗って2の x 乗分の1と同じだから約分できんじゃんって考えてもどっちでもいいです。結局1になるの、消えてね。で、それとそれをかけて1になるでしょ。で、公式で2が出てくるから、2かけるこれかけるこれだから、だから全部かけると2が出てくる。で、次に右側、これの2乗するとさっきと同じように考えれば2の -2x 乗になります。で、イコール9となる。で、結局2の 2x 乗プラス2の -2x 乗が欲しいの。つまりここプラスここが欲しい。だからこのプラスに邪魔だから、はい、君は右行ってっつって右辺に移行すればいい。そうすると2の 2x 乗プラス2の -2x 乗イコール9-2だから答えは7でしたと。ね、こういう風に解いてください。で、この2番3番ちょっと連動してるので、こっち青で固めますね。いつもは交互で書くんですけど。で、次が3番です。で、条件同じ。もともとね、これが3の時。その時に今度は2の 3x 乗プラス2の -3x 乗になります。で、これは、なんとかちょっとね、察する方もいるかもしれないですけど、2x 乗だったら2乗するの。3x 乗だから3乗すればいい。で、これは解き方ね、ちょっと違う先生もいらっしゃると思うんですけど、もう自分は参照すればいいじゃんってシンプルに覚えたい人なので、それでやらせて。やり方が違くてもね、答えが導けてればいいので。で、さっきと同じようにこれを左辺も右辺も参照する。つまり2の x 乗プラス2の -x 乗を参照して、忘れずに右辺も参照する。3の3乗だから27だね。で、左辺公式です。で、公式を使ってやっていくと、まずこれの3乗ね。だから、2の 3x 乗になります。さっきと同じね、2の x 乗の3乗だから、かけて 3x 乗。で、次ちょっとややこしいんですけど、次、プラス3かける、これ2個かける、これ1個だよね。これ何かっていうと、ちょっとあのね、昔のだから一回復習しようか。3乗の公式っていうのは、x を3乗する。次は、プラス 3×x を2個と y 1個です。で、次がプラス 3×x が1個の y が2個。ラストが y が3個ね。で、これ公式なんで、次、プラス3が出てくるでしょ。ここね。で、x が2個。これが2つに、これが1個なの。で、これはね、もう頭の中でぜひ計算してほしいんですけど、さっきもやったように、1個と1個だったら約分されて1になるんだよ。消えて。で、1個と1個なら。で、今度こっちが1個多いわけだから、これが残るよね。ちょ、かけるって書いてね、ここはね。こっちのが2個だから1個残るから、これだけ生き残る感じ、イメージとしては。で、次も同じで、ここまたプラス3が出てくる。3かける、今度はこっちが1個でこっちが2個なの。1、2だから約分されてこうなるから、こっちが1個残る。いい？つまり2の -x 乗になります。で、
ラストは右側、y の3乗ね、右側だからプラス2のマイナス 3x 乗になる。で、27です。まあこれね、ほんとさっきも言ったように違う公式使うね、パターンもあるんですけど、自分はこれが好きなんでちょっとこれでいきます。で、この後どうするかっていうと、こことここ、結局ね、結論そこだから、まあ、まとめてしまいます。2の 3x 乗、ちょっと持ってくるね、プラス2のマイナス 3x 乗です。で、ここなんですけど、これプラス3でくくってください。そうするとプラス3かっこ2の x 乗プラス2のマイナス x 乗になります。イコール27。ここ2つ3でくくっただけね、これね。で、2の x 乗足す2のマイナス x 乗ってもともと3だから、だからここ3で置き換えれば 3×3 で9なので、プラス9が出てきて、それを右辺に持っていけばこれだけ生き残るでしょ。で、つまり2の 3x 乗プラス2のマイナス 3x 乗イコール 27-9 なので18だよって、こういう風にやってみてください。まあ自分のやり方はね、こうやってやるんでいいかな。では今回は高校数学数2の指数の拡張4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたけど、このタイトル、これで最後で、次回から指数関数です。で、これもシリーズでやっていって、まず一つ目がグラフ編です。グラフの問題をね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。